はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、たっぷりのバストミカ、さあさあそれでいきたいと思いますが、まずこちらですね。こちらは最近登場したギフバスのトミカですね。まあ2種類あったんですが、2個ずつね通販で購入しました。でこちらのギフバストミカですね、まあこれはね、あの結構前に買ってたんですけど、まだちょっと開けてなかったので、今回一緒にちょっとね見ていこうかなと思います。であともう一つが奈良交通バストミカですね。これちょっと僕あの通販とかでね寝坊車の改装を入れたんですが、まあご縁がありましてね、入手することができたんで、さあそれではね、今回ねちょっとたっぷりのねバストミカではではちょっと見ていきましょう。じゃあどっから行きますかね。奈良交通バスから行きましょうか。こっから行きましょうかね。さあさあそれでは行きましょうね。いやーこれ買う時にあのね寝坊しちゃって通販で買おうと思ってたの買えなかったですよね。まあとりあえずあの手に入ってよかったですが、持つべきものは友ということで、はいではでは行きたいと思います。まず一つ目ね、奈良交通バスのトミカですね。まあ、まずパッケージのデザインはね、はいこんな感じで、実際のトミカの写真にまあバスと同じような箱のこうデザインになってますね。白色と緑色ですね。でここにはマークが書かれていて、で他の面ざっくりと、はいこんな感じ、蓋にはねこう名前とマークしっかりと書かれてます。あ、こちら側はバーコードでした。で背面はこうですね。さあさあそれでは開けていきましょう。あ、ちなみにこのね、奈良交通バスはあれですよ、まあ、今後イベントとかでちょこちょこ販売されるみたいで、明日近鉄祭りかね、そちらの会場でも整理券配ってね、販売されるみたいなんで、気になる方いらっしゃいましたらぜひねそちらちょっと調べてみてください。ちなみに僕も行く予定でございます。はい。で、あ、こちらのシールありまして、ちょっとチェックしましょう。ほいと。はい。こんな感じになっております。まあ、方向幕とかナンバーとかね。まあまあ、よくあるね、バストミカのシールですね。で、今回は、イスズエルガですね。イスズエルガでして、はい。まあ、ざっくりとね、見ておきましょう。まずシール貼る前は、はい、こんな感じですね。奈良交通バスのトミカになります。今回はちなみに80周年を記念してね、このグッズがいろいろ展開されている中のこの一部がトミカになってますね。で、じゃあもう早速ちょっとシールの方貼って、完成させましょうか。じゃあね、方向幕からいっちゃいましょう。方向幕の文字は、奈良交通と書かれてますね。で、ナンバーもね、しっかりとね、シールありますんで貼っておきます。で、横の、停車するバス停の表記ですね。この部分です。で、後ろの行き先表示と、で、後ろのナンバーは、ここですね。真ん中のところの下ですね。ここに貼ってあげると。はい、これでね、シール貼り終わりましたんで、ではちょっとね、細かく見ていきましょう。はい、まずね、フロント、顔の部分は、はい、こうなってまして、ね、奈良交通の行き先表示入りました。で、左にはこれね、鹿のマークもこれ、こんな感じで描かれてますね。いいですね。ほんと、奈良っぽいですよね。奈良といえばもう鹿ですもん。で他の部分見てみると、ここにはマークとか、あとここ文字ですね。結構ほんと細かくしっかりとプリントで書かれてます。なかなかいい感じの顔つきで、ヘッドライトとか、あと他のレンズ関係は全てねプリント塗装でね仕上げられてまして、ナンバーはシールですね。で、バスのデザインですが、白かと思ったんですけど、ベージュっぽい感じですね。ベージュにグリーンのねこうツートーンカラーにねなっておりまして、落ち着いたこう奈良らしいと言っていいんでしょうか。そんな感じのバスのデザインかなと。で、側面見てみると、はい、こちらにもね、奈良らしさ、しっかりとあります。これね、鹿のね、マーク、このようにね、しっかりと描かれてます。鹿だけに。はい、しょうもないこと言ってなくて行きましょう。で、上に、奈良交通の文字も書かれてて、で、それ以外に、ちょっとね、近くで見ましょう。はい、こんな感じで、出口とか入り口とかの細かい表記もしっかりとね、プリントで書かれてます。後ろには奈良交通の文字も書かれてます。ね、側面もいい感じですね。で、後ろの部分、テールは、はい、こうなっておりまして、ここには、窓の部分ですね、表記しっかりとあります。で、ここも奈良交通の文字、これ書かれてますね。結構後ろも本当しっかりと作られてて、レンズはプリント塗装で、ナンバーはシール。で、バンパーはシルバーの塗装仕上げです。で、反対側の側面ですが、はい、こちら側にもね、鹿さんいました。鹿がいてて、で、奈良交通に、後ろにも奈良交通ですね。で、その上には、非常出口のね、マークもしっかりとプリントで書かれてます。はい、こんな感じで。で、ルーフですね。羽の部分ですが、はい、こうなっておりまして。で、底の部分はと。はい、こんな感じで。で、車両、ベースはもうお馴染みだと思いますが、ナンバー20番ですね。スケールは今回136分の1の2017年のイスズエルガです。で、こちらの車両ですね。はい、ギミックの方、特にまあないですが、手転がしがね、できる形となってます。
はい、ということでね、まあ、あの発売されて大人気の、ね、7交通バストミカ、まあ、なんとか、ね、手にすることできましたが、非常にあのクオリティはね、あのもう安定感のあるね、素晴らしい、ね、作りになっておりました。まあ、SL がベースの、ね、バストミカって、まあ、いつもね大体まあこんな感じだと思うんですけども、まあ、今回、まあ、本当あの奈良らしい、ね、そんな感じの鹿がね可愛いねバスになってたかなと思います。ね、今後あのイベントとかでねちょこちょこ販売されるみたいなんで、気になる方はぜひちょっと探してみてください。さあ、それでは続いて、岐阜の方も行ってみましょう。さあさあ、それでは行きましょうかね。新旧ともにいろいろあるんですけど、とりあえず今回届いた新しい箱開けましょうか。2個ずつ購入できたんで、まあそれぞれね2個ずつ買ったんですが、私ね、この岐阜バスはあのほんとすごい、全然余裕で買いましたね。あの予約販売というか、何でしょう、もうすごい数に余裕がありました。で、今回登場したのがこちらの2種ですね。まあ、一気にねこちら2つ登場したんですが、今回は、創立80周年記念となってまして、これ奈良交通も80周年でしたね、確かね同じぐらいか、なるほど。で、まあ、こちらねこれ2種ね同時に登場したんですが、上がね日野セレガで、下が三菱ふそうのエアロスターですね。で、以前の分も三菱ふそうのエアロスターで、この下の分と同じような感じだと思うんですけど、なんかパッケージのこの写真見る限りはもうほぼ同じものになってんじゃないかなと思うんですが、ちょっとその辺は細かくねちょっと見ていきたいと思います。じゃあまずは日野セレガの方からいきましょう。清流スターって書いてある、めちゃめちゃなんかかっこいいですね。おお、何でしょう、川の流れとかそういう感じなんですかね。清流スターかっこいいね、星のように流れる清流、まあ分かんないけどまあとにかく良さげなバスですね、日野セレガ。ではではいきましょう。まずパッケージざっくりと、はい、こんな感じになっております。で、うん、箱もね、あのデザインほんとかっこいいよこれ。よし、じゃあ開けていきましょうか。あ、これいいですね、うん、このセレがなかなかかっこよさげよう。で、お、金だわ、めっちゃ金ですねこっちなんか控えめかなと思ったんですけど、ボディめっちゃくちゃ輝いてる。おお、すごい。あ、でもこれちょっと素敵だす、素敵だすってこの間も言ったけど、ね、素敵ですね。はい、じゃあ行きましょうか。まずね、はい、こちらね、岐阜バスの清流スター日野セレガですね。ザサッと、はい、こんな感じになっておりまして、もう金をまとっておりますね。おー、すごいね。で、ベースカラーがこう赤色なんで、赤に金って結構なんでしょう、あの福徳トミカとか、なんかそういうあのお正月のトミカくじを思い出しますね、このカラーリングはね。おー、すごい、ね、混じってでもなんかおかしくなさげよ。で、正面からね細かくいきましょう。まずね、はい、顔の部分はこんな感じです。ちょっと光の当たり方で金が分かりにくいかもしれませんけどね、はい、この辺がちょっと金色をねこうねデザインになっておりまして、まあ、ほんとこの流れるようなそんな感じのデザインですね。で、岐阜バスのねロゴも書いてて、このグリルのところとかも結構細かくね塗り分けされてます。で、ヘッドライトも塗装で、あとナンバーもこのようにしっかりとプリントで書かれてますね。ちょっとこう巻かれるような感じですが、タンポ印刷ですね。で、もうほんとこれめっちゃかっこいいね、この赤色のベースカラーにねこの金と白のこのデザイン。おお、で、側面いきましょうかね。はい、横がもうほんとすごい顔つきですよ。おー、すごいな、この姿、金と白のこの流れるデザインね、まさに清流スターね、ロゴもちゃんと書かれてます。いいね、いいね、いいね。結構このバス乗りたいよこれ今岐阜行こうかな。あ、で、あとここにもなんかこう文字書かれてますね。ちょっと小さいね、後で大きくして確認したいと思います。文字ですよねここね、うん、素敵だ。で、後ろですが、はい、テール周りはこのようになってます。こちらにもね清流スターの文字金色で書かれてますね。で、下にはこれは何て書いてある、あ、岐阜バスか、ローマ字で岐阜バスとも書かれてて、で、ナンバーもプリントで、あとテールレンズもね塗装入ってますね。で、あ、このリアバンパーも金色ですよこれね。おお、金キラ金だこれ。フロントのバンパーは金じゃなかったけど、後ろは金ですよ、すごいな、高そうで、反対側の側面ですが、はい、こちら側もこうなってます。あ、こちらもねほんと流れるような美しい、そしてね壮大な金色と白色のラインのデザインです。いいね、渋いね。で、屋根の部分ルーフですが、まあここはシンプルに赤の成形色です、こんな感じで、そこはね、はい、とこのようになっております。で、こちらは、ナンバーが101番の2000、これは6年かな、スケール156分の1でおなじみの日野セレガです。で、こちらもね、まあ特にサスペンションとかないですね、手転がしがねできる形となってます。はい、ということで、もうめちゃくちゃね、あのこのデザインすごく気に入りました。だからもうほんと乗ってみたいですよ、これかっこいいね、これ。まあ乗ってみたいというか、とりあえずなんか写真とかに収めたいかなと思いますね。おー、
なかなかめちゃめちゃトミカとしても本当気に入っちゃいました。2つ目ですね、こちら岐阜バスの創立80周年記念のこれ日野セレガでした。さあそれではもう一つの方もね見ていきましょう。さあさあそれではね続いてがこちらいきましょう。岐阜バスですね、こちらもね三菱ふそうのエアロスターです。新と旧ですね、では行きたいと思いますが、箱はまあ違うんですけども、これ車両自体はなんか混ざったら違いがわからないレベルになりそうな気もしますが、さあさあさあどんなものになっているんでしょうかね。あこっちは一緒ですねさあではではねちょっとね箱はねもうざっくりとお見せしておいて、では開けていきましょう。じゃあもう80周年の方から今回のやつの方から行きたいと思います。あ多分シールかな、これシールなってるっぽいんで、あれですね、ちょっとその貼る前で一回並べましょうかね。ちょっとこれ新しい方ね、うん、でシールは、まあ、行き先の表示とかナンバーとかですね。で車両の方もちょっと出しておきます。で以前のやつもねこれもちょっと出しておきましょう。ちょっとね長いことね、眠らしておりましたね。こういうバス結構あるんでね僕ちょこちょこやっぱ出さないといけないですね。ではでは、はい、こちらも出しておきましょうかね。はい、バストミカとあとはシールですね。よいしょ、はい、こんな感じで出しましたが、さあさあさあちょっと見比べていきましょうか。まずねシールですけども、はい、ここのね表記はまあこれはもう全然違うんじゃないかなと思うんで、まあ、ここでまあ完全に差別化は図れるかなと思います。でシール貼る前の車両ですよ、車体ですけども、左が新しい方で右がね古い方です。ちょっと見ておきましょう。正直ね顔は違いはわからないかもしれませんね。で側面いきましょうか。よいしょ、ね、どっちがどっちかっていうレベルになってきた。これ覚えておこう。一応上が新しい方だと思うんですけど、はい、こんな感じで、デザインは同じかなと同じですね、同じですね。色の微妙な違いはあるんですけども、一緒ですね。で後ろですが、とはい、ここも同じですね。色味が若干違うぐらいで同じですね。で反対側も当然ながら一緒っぽいですね同じっぽいと思います。若干でもほんと上のやつの方が色がちょっとこう明るいというか薄い感じですよね。赤がオレンジっぽいように見えます。でルーフの部分上から見てみると、とまあ、ここもね同じような感じで、やっぱこっちの方がね若干ちょっと色味が明るくて、で、そこの部分ですが、はい、こちらもねまあ同じものになっております。で刻印とかはないんかな、ないので、混ざるとちょっとこのシール貼る前だとわからないんで、もうシール貼っちゃいましょうまあペース車は本当同じですね。ね、よしじゃあちょっと新しい方からちゃいましょう。新しい方は、名鉄と JR 岐阜って書いてあるんですかね、これね。で、ナンバーも入ってと。で、側面のシールですが、この位置ですね。ここに貼ってあげましょう。で、後ろの行き先が窓の上部中央で。で、ナンバー、後ろは右下ですね。はい、これでね、新しい方できました。で、古い方も行きましょう。古い方も、あれか、これも行き先表示一緒なんかな？色が違うだけなんですかね。多分、そんな感じが。しますね。で古い方も、まあ、基本的にはシール貼る場所はもう同じですね、側面で。で後ろのシールも貼っておきますと。はい、これで両方ともシール貼り終わりました。まあ、改めて見てみると、まあ、ちょっとこう方向幕多分表記一緒だと思うんですけど、ちょっと後で大きくして、両方確認したいと思います。でも最近ほんとね老眼がひどいんでね。はい、こんな感じで、まあ、行き先自体は一緒なんですけど表記の仕方違うのかな。まあ、多分そうだとは思うんですけど、はい、まずね顔こんな感じですね。あ、てかちょっとバス自体は細かくね見とこうかね。まあまあバスの作りで言うとね、はい、こちら顔の部分ここね真ん中に岐阜バスの色を書いてますね。でライトはこれ塗装仕上げで、行き先の表示とナンバーはシールです。でデザインは、白がベースに赤のラインがこう入っているデザインなんですけども、まあさっきのねこう清流スターと比べるとまあ落ち着いた感じのデザインですよね。うん、でもこれがまあまあこっちも赤色入ってて結構かっこいいかなと思います。で側面こうなってます。デザインは上下とあと真ん中にねこれ赤いラインが入ってて、でここには岐阜バスのロゴで、あと出口の表記とか車椅子のマークですね。でこれ入り口の表記に岐阜バスの文字ね、この辺もしっかりとプリントで書かれてます。で後ろですが、はい、後ろも真ん中に英語で岐阜バスと書かれてて、でそれ以外にレンズも塗装で入ってます。リアバンパーは黒色です。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もねしっかりとこんな感じのデザインになってまして
てと、で上から見てみるとはいこんな感じで、底の部分ははいこんな感じになっています。でこちら、ねシャーシーベース自体は、ナンバー8番のスケールが138分の1で、2017年の三菱ふそうのエアロスターです。まあということでこれね、3つ目ね、まあ、たまたま前回買ったやつがほんと未開封でずっと置きっぱなしになってたんで、今回一緒にちょっとね、見てみましたが、まあ行き先のねこの表示とかのねシールはまあ違うんで、まあベースの車体はねちょっと個体差あるんですけども、まあデザインは全く同じものになっておりましたね。うん、まあまあ新旧どっちがいいかって言われると、まあどっちでもって言ったら失礼かもしれませんけど、いいかなと思うんですけど、よく考えたらあれですよね、この昔のこの方向幕の方が味があって若干いいかもしれません。このオレンジ色の色味 ね最近のやつ、これなんかあれかな、なんか変わったんか、 LED かなんか変わったんか、ちょっとその辺の細かい情報はちょっとあんまり分かってないんですけども、表記的に分かりやすいのはこっちだと思うんですけど、なんか昔のこの前のこのオレンジの感じもまあ好きだなと思うんで、シールに関してはこっちの方が好みかもしれません。ぜひね皆さんのご意見聞かせていただけたら嬉しい限りです。ということでこちらね、3つ目、岐阜バスの創立80周年の新旧の三菱ふそうのエアロスターでした。はい、ということで今回はですね、バストミカを、これ3種類ほどね手に入れたんで、今回ねちょっと一気に見てみましたが、さあいかがだったでしょうか。まあ、今回ね僕ね一押しはこの岐阜バスのあれですね、このセレガですね。これもデザインがねもうめちゃめちゃ僕の中で気に入っててお気に入りですね。もう全部印刷だしね、とてもね納得いくクオリティのね素晴らしいかっこいいデザインのねバスになってたんじゃないかなと思います。でそれ以外もね、ほんと何でしょう、地域に根付いたこう落ち着きのあるねデザインのねバスになっていると思いますんで、まあねそれぞれ本当人気あると思います。今後ね手に入る機会ね、まあちょこちょことあると思うんですけども、まあ簡単にはなかなかちょっと入手しにくいかなと思いますんで、もしねもし目の前にこれらが、登場しましたら、ぜひ皆さんね手に取ってちょっとねコレクションに加えてみてくださいね。整理ほんとかっこいいなこれまあ今回もね本当に素敵なねバストミカのコレクションが増えました。気になる方はぜひ探してみてください。まあということで、はい今回はこの辺りに締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価とお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして先の話題の腰感等でね、そちら限定のね動画も支持するので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。